相手に自分はあはがきが乗った。5月10日売り号だよ。埼玉県泉こなった。よかったじゃん、よく乗ったなこれ。すごいじゃん、超びっくり。こんなことあんまないわよね。いやもう本当にね、購入の楽しみがまた一つ増えたっていうか。褒めるな褒めるな。1260円と567円か。あと一冊でポイントに届くんだよな。じゃあとりあえず何か。いや、それでは奴らの思うつぼ、そうは問屋が下ろさないのだよ。ポイント欲しさに予定外のものまで買わせてしまう。それが奴らの手口。その手に引っかかるほど私は愚かではないのだよ。と、お五感出てるの忘れてた。よし、これでオッケー。お会計2587円になります。まあ、いっか。離れないね。ごめんなさい、うん、離れたくないよ。ああいうのって漫画やゲームだけかと思ってたけど実際あるもんなんだね。そうね。ってことはあの二人思いっきりフラグ立ったね。こなた、ファンタジーは幻を思うって書くんだよ。夢と現実を分けないか。ラキスタ、ラキスタだよ。同じくアシスタントの白石みのるです。いや早いものでもこの番組も8回目ですよね。そうですね、そろそろ目新しいこと考えないとマンネリと言われちゃいますしね。なんだって、どうすんの俺、どうすんの。いや、ただいろいろやってみたいなーなんて思っちゃったりなんかして。やるよ。あ、そうそう、こないだ街を歩いてたら声かけられちゃった。エステのアンケートですか。やだ白石さん、それマジっすか。ううん、もちろんファンの人からよ。あんたこんなことないわよね。ないです。そうだよね、アシスタントだもんね。ま、頑張りたまえ。でも僕宛てのファンレターがどっこいしょいち、こんなに。なんでよ。ちょっといた、私にやってないの。なんか声優みたい。あんじゃねえかよ。一枚だけ。会員証の有効期限が近づいています。で、これレンタルビデオのデブじゃないか。テレビの前のみんな、私にもファンレター送ってくださいね。大募集です。アキラ様、そろそろ本題の方を。調子乗ってんじゃないわよ。あんたの代わりはいくらでもいい。すいません。じゃじゃーん、発表します。なんとこの番組でフィギュアを作成することになりました。クリップ逆さま。ねえ、もう分かっててやってるんだから、もううまいな。アキラ様、実はですね、今回の企画はペロ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 。 Don't touch me。 ペロ、あれおかしいな。今回の企画はですね、 Don't touch me。今回は、どうなってんのこれ。ちょっと精神。ああ、アキラ様落ち着いて。それは中の人のマネージャーの名前ですよ。ちょっと、なんつーの、あんたまさかこれ。やめそうもない。はい、というわけで今回のフィギュア化は皆さんからの投票でどのキャラにするか決定します。このキャラをフィギュアにしてちょっという熱い思いを待ってるね。皆さん投票よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で、次のラッキーチャンネルお楽しみに。バイニー。こんな投票したら本編のキャラが1位取るに決まってんじゃないの。何これ、私かませ犬。いやまだそうと決まったわけじゃないですよ。そうか、ついに僕もフィギュア化か。何言ってんの、これってある程度は。ゆきちゃんすごい、お粗末様でした。みゆきの意外な一面を見たわね。そんな、恥ずかしいです。ねえねえ、じゃあゆきちゃん、二人で歌おうよ。あ、そうしましょうか。おー、歌え歌え。
デュエットか？どれなら歌える？そうですね。じゃあこの場つなぎに私めが。すかさず歌うのか。鏡もどんどん歌えなよ。何これ。さあ勇気、マチャキの孫悟空よかったな。あれ、シンゴちゃんじゃなくて？それは3度目のリメイク。これは1978年から1980年にオンエアされた最初のシリーズの主題歌だよ。何歳だよあんた。長いイントロね。ここで芥川先生の名ナレーションが流れるんだよ。知らないって。あ、来た来た。あちゃー、またシャークか。おいてそれかよ。さて次回のラキスタは、みゆきです。物事のものすごく大きな様などを表現するときに超ド級という言い方をすることがありますが、この5の中にあるトトは1906年に就役したイギリス海軍の戦艦ドレッドノートのドに由来しています。つまり超ド級とは戦艦ドレッドノートより大きなクラスというのが元々の意味なのですが、それが転じて先に述べたような意味として使われるようになったそうですよ。次回、そんな感覚お楽しみに。